ジャクソン軍はアメリカ合衆国のテネシー州にある軍。2000年国勢調査での人口は1984人だったが、2005年の推計時には1072人に微増した。軍庁所在地はゲインズボロである。クックビル小都市統計地域の域内にある。1801年11月6日にテネシー州議会によって、 スミス軍とインディアン領のそれぞれ一部を分離して設立された。州内では18番目の軍である。軍名は当時の州の検事総長で、あと2代、7代アメリカ合衆国大統領に就任したアンドリュー・ジャクソンにちなみ名付けられた。1790年代、ゲインズボロの西1 6トルのカンバーランド、川沿いにブラウンと砦が築かれ、アベリーズ・トレイスを往来する。 人々の重要な中継地となった。1807年から1819年までは、砦のウィリアムズバーグという町が、軍庁所在地だった。1872年8月14日に、軍庁舎が火事にあった。国勢調査局の調査では、総面積828.8平方キロで、うち800.3平方キロが陸地。 総面積の3.34%に当たる28.5平方キロが水域である。2000年の国勢調査時点でこの軍には1984人、4466世帯、3139家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり14人で、平方マイルに換算すると36人となる。住居数は5163件で、1平方キロあたりに、 平均6件が立っていることになる。白人が98.63%、アフリカ系が0.15%、ネイティブアメリカンが0.34%、アジア系が0.06%、太平洋諸島系が0.03%、その他の人種が0.12%、根血が0.67%、ヒスパニックが0.81%を占める。 2000年国勢調査の結果をもとに作成した軍の人口ピラミッド4466世帯のうち28.8%は18歳未満の子供と暮らしており、55.3%は夫婦で生活している。10.3%は未婚の女性が世帯主であり、29.7%は家族以外の住人と同居している。25.5%が一人未世帯で、 10.2%を、独居老人が占める。一世帯あたりの平均構成人数は2.43人、家庭の構成人数は2.89人である。住民のうち22.3%が18歳未満の未成年、7.8%が18歳、以上24歳、以下、28.2%が25歳、以上44歳、以下、26.8%が45歳。 以上64歳以下15.0%が65歳以上となっており平均年齢は40歳である。女性100人に対し男性が97.8人いる。一方、18歳以上の女性100人ごとに対しては94.9人いる。1世帯あたりの平均収入は26,502ベ米ドルで、家族ごとでは32,088ベ米ドルである。 男性の平均収入は24,759ベイドル、女性の平均収入は19,511ベイドルで、労働者でない人々も含めた、住民1人当たりの収入は15,020ベイドルとなる。総人口の18.1%、家族の15.1%、18歳未満の子供の15.1%、 および65歳以上の老人の22.5%は貧困線以下の収入で生計を立てている。ありがとうございます。